やっぱりご本尊様の前でいいんですよ。そういう時はもうご本尊の前じゃなくダメだね。そんな歩きながらはじゃなくて家にご本尊様がおられるので、あれご安置はできない環境なの？いや、そういうわけじゃなくて、ご安置できる環境の人はね、やっぱり何はさておいても、まあ、総本山に参詣するということと、それから家にご本尊をご安置するってことはね、何はさておいてもさせていただくべきですよ。これみんなね、割と検証会の人ってなんか恐れ多すぎてとかさそう、必要以上にね、逆にあの乗れんじゃねえや、なんだっけ、敷居か乗れんじゃねえよ、敷居を高くしすぎてるとこがあんだよね。それでかえってそれは不敬になっちゃう。むしろその芸家のご慈悲で、そのそこそこの信仰の志がある方には全てご加護しますよって、そういうふうにおっしゃってるわけだから、要はその慈悲の雨を降らせてくださるよって言ってるのに、いやそうは言っても結構自分でこう傘さしてることになるじゃないですかこれはかえってその丁寧すぎて不敬っていう、不敬ご不敬になるっていうことも言えるわけだな。だから家庭環境はほら、旦那が猛反対しててダメだとかさ、いろいろあるじゃないですか、ご不敬される可能性がある。そういう場合はそれは内徳信仰だけど、そうでない場合はもう今日にでも明日にでもですよ、ご家父願いをして、そしてきっちりこの志の真心のご供養を申し上げて、そしてしっかり正当に置いていただいて、そしてまあ、あのそのやり方の慣れてる方にご安置をしていただくと。ご本尊をお受けすることだけはやっぱりね、あの大至急、うん、いやこんなありがたいことないですよ。ご本尊をお家をお迎えする、大乗人様をお迎えするっていうことはね。で常々、まあ、みんなにも言うけどさ、この蝶々共に仏と起き、石石共に仏と伏すっていうね、朝ね、朝仏様と共にこの日々がだからずっと仏と共に一緒っていう、そういうそのなんとも言えない安心感っていうのかな、これはねご安置しなければ味わえないよ。しかも 何年か経ってみた時に、なんてうちはねありがたいうちだったんだろうかって。特にうちなんかその中で子供が育ってるから、子供たちは何も知らないでそこでまさにご本尊のもとで産声を上げて、ずっと育っていったんだな、ね、兄弟がこうわちゃ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 コロ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 転げ回りながら、なんだかんだって言うと仏様の前に座って参照して幼稚園行くとか、学校から帰ったら参照し、必ず参照して、おやつ食べるとか、それをもう当たり前に育ってきた中で なるとね、本当にね子供と考えるとご本尊があっての話だよ。それはご本尊を中心に我が家が ずっと実は育ててもらって、ご本尊に育ててもらったんだなって。だからある時期までは小学校の時までは厳しくその強引に吻をさせてたけど、そのある程度自我に目覚めてからは逆に完全に緩めたんだよね。そしたら本当にしなくなりましたよ、うん、だけどさ、まあ長女は手放さなかったのね。長女はもう吻をずっと続けることになったけど、まあ、あとの3人っていうのはもうやったみたいな、うやっと解放されたみたいな感じでわーってなってましたよね。ところがさ、これがねそのありがたさでね、